皆さん、こんにちは。岡田克也です。国会も終わったわけですけれども、相変わらず忙しくしています。さまざまな課題があるわけですけれども、今最大の課題は普天間の基地移転の問題です。この問題、大臣就任当初から日米間での議論も続けてきましたけれども、現在人家が密集しているその中にある普天間基地、滑走路の延長線上には小学校もあります。この危険な状況を一刻も早く何とかしなきゃいけない、そのために移転をする。しかし日米間で、すでに合意をされている、辺野古沿岸部への移転について、地元の中に反対の声も強い、こういう中にあって政府としてどう考えるのか、こういう問題です。基本的にはこの問題は日米同盟というものを非常に重要なものであるという考え方に立って、これは民主党の考え方でもあります、考え方に立って米軍の抑止力というものをしっかりと確保しながら、しかし普天間の危険な状況を一刻も早く除去しなければいけない、その選択の中で具体的にどういう案があるかと、こういう問題です。先日沖縄、2度目の沖縄に行ってまいりました。ここでは多くの方と意見交換をいたしましたが、経済界の皆さん、連合の皆さん、あるいは自治体の長の皆さん、そして、この普天間の沿岸部への移転ということが言われているわけですけれども、その地元である名護市の皆さんとも100名ほどご出席だったと思いますが、意見交換する機会がありました。この会は我が党の衆議院議員のデニー玉木さんが声をかけていただいたわけですけれども、ほとんど辺野古への移転を反対する皆さんがお集まりだったというふうに思います。したがって、議論はかなり、いろんな、なぜ、私はつまり岡田外務大臣ははっきりと県外あるいは国外と言わないのかと、こういう議論をいただきましたが、私としてはそれはアメリカの抑止力というものはこれは重要であるという前提で議論しているということを申し上げました。厳しいご意見もいろいろいただきましたが、私は当然そういうご意見が出るということは予想しておりましたので、直接率直にご意見をいただいたことは非常に良かったというふうに思います。私も私の意見をかなり率直に申し上げました。こういったさまざまな意見交換を重ねていくということは私は大事なことだというふうに思っています。そして、お話を聞かせていただく中で、沖縄の皆さんの戦時における沖縄戦の戦いのその痛み、あるいはその後アメリカに占領された時期が長かったこと、そういったことに対する思いというものも伝わってくるわけであります。いずれにしてもこの普天間の移転の問題、時間が遅れば遅れほど危険な状態が実質的には固定化されるということにつながるわけで、しっかりと閣内で鳩山総理を中心に関係閣僚が議論をし、そして連立のパートナーである社民党、国民新党の理解も得ながら結論を出していかなければいけないと、そういうふうに思っています。議論が先に伸びることは決してよくない。そして、日米同盟というものが揺らぐようなことがあっては決していけない、そういうことにしてはいけない、これは外務大臣として強く思っているところです。
しっかりと厳しい中ですけれども、間違いのない判断をしていきたいというふうに思っています。今日は以上です。